いや、でも、これはどうですかもしかしたら、本当に痩せすぎていて、それもあるのかもしれない。もう、あと。そう。失礼な話かもしれないけど。いや、それね、ちょっとその話をしようと。しましたあ、しようとはいはいはい。あの、僕の家には、いわゆるフライヤーがないんですよね。うん。いや。なんかあの、油ありますフライヤー。あり、私持ってない、持ってない。持ってないです。 奥さんと話してフライヤーだけは買わないようにしようと言ってたんですよ。うんうん、やっぱりなんか油、なんかこう揚げ物っていうのはね、ちょっとこう、うん、まあ、なんていうの、できるだけ食べないほうがいいと思って、うん、で食べるときはまあ買ってきたりとかね、外で,でな、ね、コロッケとか、天ぷらとかはスーパーで買ってきたりでもななんかあの冬になるとやっっぱりちょっと 脂っこいものが食べたくなるじゃないですか。ですね。はいまあ、うん、多分まあさっきのりこさんが言ったみたいに僕はちょっとあるあるね寒すぎるからちょっと暖かいフライでも食べようかな。だけど、うん、ざあのこの前ね魚のフライのフィッシュフィンガーとは違うんですけどちょっとあのなんか冷凍のフライの魚がありますよね。はい。はいフライ、ね。ある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 ね。うんうんうん であ<ー>まあ普通はオイルで揚げるでしょう。はい。だけどちょっとオイルをたくさん使うのは嫌だったんでフライパンで焼いたんですけど。焼くね、うん。なんかあのすぐに油を吸ってしまって。 焼くためにもっと油を入れます、ね、ああじゃあガエってよくなかったんだそうするとどん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 なんか魚が油っぽくなってですね、うんうん、ああ<で>それだったらあげた方が良か,か,かったかもしれないですね、うん、になって、ね、それを食べたらやっぱりちょっと重い食べた後にちょっと重くてだ、うん、か気持ち悪かったんですよ、うん、その後おならもいっぱい出るし。 はい、まあ、まあおならは理由はからないですおならは <laughs> <laughs>、まあ、とにかくなんかちょっと気持ち悪かった、うん、というわけでそれがのおとといの話で、えー、その時にもうあのエアフライヤーを買おうという話になったんです知ってます、うん、やっぱり買おうか <laughs> はいはい知ってますよもちろん。 はいはい、あの最近多いですよね、生徒さんから聞きますよ。持ってないはいはい、僕も生徒さんから聞いて。みんなの評判いいです。いいですよって言います、ね。そうそうそう。うん、あれはいいですよ。はいはい。持ってないけどね。あのー、そのイングランドの生徒さんは。あのよくそれでとんかつを作ってね、うん。あ、本当に。カツカレーにしたりとか。うん。はい、あのチップスを作ったりとか。うん。あとシンガポール人の生徒さんは、あの例えばマフィンを買ってくるでしょはい。 でマフィンちょっと冷たいんじゃないですか。でそれをエアフライヤーに入れて何分かやれば、うん、あの、温かいあのマフィンになる。あ、そう。はい、それはでもレンジじゃできないのなあのレンジで入れる、まあ、マイクロウェーブですね、うん、レンジ。電子レンジだとちょっとこう、なんか柔らかくなる感じがありますよね、うんうん、なんか変な感じ。うんで オーブンが一番いいんですけどちょっとオーブンは時間かかるじゃないですか温めたりするとかでそのエアフライヤーだとオーブンみたいにそうサクサクというかその周りがこういい感じに美味しくできるらしいですああ知らなかっただから温めるためにね何かこうまあ例えば前の日に作ったチキンとか そういうのを温めるためにはいいらしいです。料理するたちじゃなくて温め直すときに<ー>あの電子レンジみたいななんか水っぽい感じにはならない。ならない、そうなんだ。はい。なるほど。え、という買いたい。買いました、うん。あ、もう買ったんだ。はいはいはい。おお<ー>。もう買いました。もう使ってみた。まだ。今日来たんでちょっと今度ね説明します、ね、あどうだったかどうか。そうですね。気になりますね。はい そうそうエアフライヤーはき意外とでかいんでしょでかいうそれがね私ねちょっと気になって私の台所狭いのにあいや僕の台所の狭いですよあんなでかいものをどこに置くかと思ってサイズ一回本当に調べたことあるんですね,ねいや大きいです本当に<あ>なんか,かいな届いた時ねなんかタイムマシンが来たような気がしましたよね <laughs> えーそんな大きい箱で来るのはい。はい、えー、はい、僕ぐらいだったら入れるんじゃないの

本当にいいですね。楽しみですね。そう、大きい。今はソファーの後ろにあります。おソファーの後ろに置いてあるまだ台所まで行ってない台所いや台所が狭いから、使うときだけ台所に持っていって、いつもはソファーの後ろっていう。なるほど。はいはい。いろいろ炊飯器とかもソファーの後ろに。最初に何を作りたいですか 何,ですかね、何かなわかんないけど何がい,何がいいと思いますあの例えば野菜を切って、うん、あのあ<薄>そうそうなんか言ってた言ってたセウさんも、ね、薄く切薄く、ね、ちょっとね、うん、オリーブオイルでもみもみその、うん、周りにオリーブオイルをつけて、うん、でえー、調理をすれば、うん、なんかちょっとから揚げみたいなその揚げ 天ぷらじゃないけどさ揚げた野菜みたいになす。へえー、いいね。チップスみたい,い,い、ね、ちょっとねわかるわかる、うん、パリパリみたいな、ね。そうそうそう。うらしいですよ。うん、うん、おえー、何を作りましょうかね。やっぱりでもあのフライドポテトやっぱり。お、うん、まあ子供とか喜びますからね。え、ねうん、ちょっとヘルシーだったらね。 そうそう油をほとんど使わないですから、ね、すごいな確かにねヘルシーだよね考えたら。そうんうん、じゃあやっぱ魚のフライとかのそういうのを作りたいなと思います。うん、あの魚とか肉みたいにあの油が元々入っているものはあのうまくできるらしいですよ。うん 自然のねそのものについてる油でそう野菜を切っただけでやるとちょっとパサパサになってしまうので、うんね、ちょっと油を塗ってね、うん、塗ったりなんかスプレーでかけたりして、うんえー、それでこう調理をするといいらしいです、ねうん、なるほどでも結構高いね。ねいやえー、っとね、はい、多分新品だと1万円ぐらいだと思います。 はい、僕は中古なんで、もう半その半分ぐらいでした。なるほど、なるほど。生徒さんも Amazon で買ってましたけど、多分そんなもんだと1万円ぐらいだと思いますね。なるほど。うん、あ、本当お肉はね、写真が結構出てる。はいはい。あ、こじゃあ、いい,ね、いいですね。新しい、新しいあれです、ね。なんかあの、ね、揚げ物とか全然しないですかいや、実は <laughs>、うん。 実は先週の土曜日にとんかつを作って普通のやり方で,、まあ、り方でかそういうものを持ってないから私もってはい、はい、ものすごい、まあ、美味しかった美味しいんだけど、はい、やっぱり次の日前も話した本当にこれは前も話したけどしばらく油の匂いがねそうですよね 漂っそうですよね。家の中か油の匂い、とんかつ屋の匂いになりますよね。そうです、そうです。それだけがちょっとやっぱりね。そう。で、ヤスライヤーだとそれがないらしいですよ。そうそう、聞きました。本当に。だからいいね。じゃあちょっと実体験を。そう考えてもいいんだけど。本当に。ちょっとファミリーミーティングして。ファミリーミーティングそうね。よく使うんだったらいいけどな、本当ね。そうそう。 僕はそのイギリス人の生徒さんに聞いて「うん、あわ分かりましたじゃあこのあと奥さんとちょっと話し合ってみます」って言って彼は「うん、はいお役に立てればよかったです」って言って奥さん奥さんを呼んでねちょ,ちょっとこっち来て「うん、あのさ奥さんは分かったけどちょっと考えてみます」みたいな僕はいやもうそれはやめてくれ。 なんかな,んかな,んかそうなんじゃないですかそいやそういうことじゃなくてね <laughs> 僕ね最近本当に思うんですけど、うん、この情報化社会、うん、情報がたくさんある社会、うん、特にあのインターネットがあるから、うん、世界中の商品世界中のえー、まあブランドの商品を比べることができるでしょ できますね、そしていろいろなブログやいろいろなウェブサイトでその口コミを調べることができるじゃないですか。うん、で僕の奥さんにそんなことをしてほしくなかったんです。だって多分ねまあ、うん、奥さんが調べ始めると1時間2時間3時間エアフライヤーについて調べるでしょうん。そんな時間があったら日本語をどれぐらい勉強できますかね <laughs> 厳しいな。まあまあまあちょっと、ちょっと僕、厳しすぎるかな。なんか、ね、マイクロマネージしてる。いやいや、でもね、それは自分でもそうで、自分でもそうで、いやいやいや、分かるかる。なんかね、例えば、アマゾンとかで何かを調べる。ずっと時間過ぎちゃう。そうでしょ、う本当に。で、そんな時間。決められないとかね。そう。でね、その、例えば、一時間調べた結果、まあ、三三百円ぐらい安くなる。 300円ぐらい安い。こっちの方がね、そ<う>のブランドこの商品が。はい、その300円のために1時間使ってるんですよね。うそうわかるわかる。これはまあ、うん、うそうね。結果論からしてみればちょっとね、時間が。時間は大事ですか。そういうことですね。ねだから僕はもうこれクリックしていいって言って奥さんが、うん、ちょっとそれは調べさせてって言ったら <laughs> いやいや、だったらもうやだ。 だったらもういらない。だってそこはまたちょっと子供っぽいね。そう、僕はすごく子供。もうじゃあ買わない。なるほど。失礼なわけですね。ああ、欲しいんだ。でもそれ買って変だ。なんか役に立たなかった。でも僕はこれぐらいの値段だったら中古だし、これぐらいの値段だったらもう失敗してもいい。その時の責任は俺が取る。どうやって取るのかよくわかんないんですけど。ねクリックさせてくれ。 <laughs> しし買いたいも買いました、うんまあ、まあ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 だってそうでしょ,ょっ、ね、やっぱりね悩んだりすることは、うん、いやもちろんね100万円のなんかものとか車とか家とかをそんな感じで買うのはダメですけど、うん、まあな何千円ぐらいのものだったらるほどやっぱり試さないと分かんないでしょ そうですね、はい、えじゃあこの中古ので売ってた人はどういうことだったんですか試して嫌だったのかな <laughs> 個,人個人で買ったんですかそれも会社のもの。ああえっ、ー、とそれはあのリサイクルショップです。ああリサイクルショップ。だから誰かが売ったんでしょうけど。でしょうね。あねえやっぱり使うか使わないかですよね結局は。ですよね、そうもうそうもう。 あのちょっと僕に似てる感じですよね。あ本当んにはい。あの、うん、まあ何ていうかなちょっとめんどくさがりやはいはいはい。油をなんか使ったり片付けたりするのがめんどくさいっていうこと、うん、あじゃあ使うね。使い,、はい、使います。そうそうそう。僕はめんどくさいんで、うん、その油を片付けたりするよりは、うん、こっちの方がいい。もちろん多分ねそのエアフライヤーが。 いらない人、うんはい、はやっぱり油が好きな人ですよ。はいはい油の味が好きな人。ああわそういうことか。うん、はい僕はそんなに油の味好きじゃなくてうんあのどちらかというと嫌いですからねお、うん、お腹が気持ち悪くなるし、うん、おならがいっぱい出るから。うんまあおならはなぜ出てるかよく。<ー> <laughs> そっかまあじゃあちょっとフレンチフライをね早速。 ちょっっとやててみ子供が喜ぶんだったら結構毎日使えるかもしれない。ね、<laughs> 毎日はやばいですけど、どうなのかなわ <laughs>、ね、かんない。でもまあそれでちょっとこう、ちょっとぐらいお肉をつけるのもいいかもしれない。冬,冬だけ。そうですよね。はい、<laughs> 冬対策。お肉をつけるというのはその太るってことですよねそう。そう,そう,いうことです、はい。お肉をつける。そ,ううそんなに寒い、寒いなら。 なんかちょっとねでもそれって本当なんですか太ると温かいんですかねいやわかんないけどこれはでもちょっと失礼な発言になってしまうけど、うん、そうなような気がする私はあそうですか、うん、僕はどうなんかなあんまりたくさん太ったことがないんですからねうんでもあとね年齢もあるんじゃないですかねお なんか若い時そんなに服こんなに服着てなかったですけどね。いや実はねそういう話を昨日生徒さんとしたんですけど、はい、あのその方はあの、はい、東京に住んでる。 ね、女性の方で私はさもう長らく日本に住んでないから、はい、実質ちょっとうまく答えられなかっただから今ちょっと聞きたいんですけど、はい、日本人の若い女性例えば高校生とかはい、はい、大学生の女性は、はい、スカートを履いた時に、はい、素足ストッキングとかを履かない。 まあ、ソックスは履いてるけどね、ね冬。そうそうそう。それはどうしてですかと聞かれたんですね。寒くないんですか。私は若いからかなっていうちょっと一言答えたんですけど。確かにそうかもしれないね、日本の若い女性。あのー、どうなんですか。東京は。まあ、まずイギリスとかだと、みんなジーンズとかね。うん、あの、はいはい、ズボ,ンが多いズボンが多いし。スカートを履くときも黒いタイツとかを履きますよ、ね。よ、うん、ね、そうそう、結構履きますね。はい,は,いはい。だけど、日本人の。うん まあ若いまずまず若い人以外はスカートあんまり履かないですよね。そう,そ,うそ,うそうですね。はい、はい、そこがそこからしても違いますね。だからよくわからないですよね。<ー>その年を取ったらあの寒いのかどうかよりは若い人しかまずスカート履かないし。そうかそうかそういうことか。ね、若い人たちはあのそのタイツとか履かないですよね。うん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 。どうしてこれはねあのーうん、この前、うん、カナダの生徒さん。 話は男の人ですけどレッスン中にトロントの人レッスン中に彼の奥さんが帰ってきたんですねあしてないれは聞いてないですはい外から帰ってきましたでで「こんにちは先生こんにちは」って言から「ああこんにちはこんにちは」って奥さんは他の部屋に行ってでその生徒さんの方に旦那さんの方に「 奥さん外に行ってたんですねって言ったらはい友達と散歩に行ってました。え？トロント夜散歩？ああそうね確かに。今外何度ぐらいですか？すごくないみたいなそうで言ったら聞いたら彼はちょっと調べてあマイナス二十度ですね。そうねそうそうそう思った。えマイナス二十度で一時間散歩するんですよ。ある すごいねやっぱり。カナダっぽいでしょ。ううんで、あの聞いたら慣れるらしいんですよね。顔顔は、うん。やっぱりそういうことか。はい、その体はまあいろいろきてるんですけど、顔は外に出てるでしょ。そう、ね、そう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 。でなんかね、十一月とか十二月くらいにちょっと顔は痛くなるらしいんですけど、一 <laughs> 月ぐらいになるともう慣れちゃって。うん、もう慣れてるんだ。はい。 もう全然大丈夫らしいです。すごいね。はい。マイナス20度ぐらいだったら。だから、20度とか。そう。想像できない。日本人の若い女の子たちも、たぶん毎日ね、例えば。高校生とか。中学生とか。な、それで、学校行ってるんだもんね。何が強くなってるんですよね。なるほどね。ええ。だと思いますよ。すごいな。うん。で、年を取れば、そういう強さもなくなるんですかね。 うん、だからもう一度ね、強くなるためにスカート履いて街を歩いた方がいいかもしれない。で <laughs>、ね、べ、ね、さんは何あのスカート履いてスカートは履けないと思う。生足であのそうそう短パン短パン近所を歩けばいやいや短パンもなんかやばそうですけどあ何短パンってあの男の短パンねあの <laughs> ホットパンツじゃなくてね <laughs> ホットパンツはやめてくださいそう俺は考えてなかったけど、うん、<laughs> ホットパンツで <laughs> 街を歩,く街歩いてたら男の人、有名人になりますよね、たぶもうん、すぐなんか動画とかに載せられて、今日も出現、渋谷の街を <laughs>、渋谷の街を歩いている <laughs>、はい、ホットパンツの男性、ン男性もうインタビューも受けますよ。どうしてホットパンツを履いてるんですか、うん、はい、僕はあの鍛えてます。<laughs> <を>えな、何を鍛えてるんです,かす,す寒くないですか すごい。<す>ものすごい世界ですね、それは。たぶ、うん多分たくさんの今聴いてる人が想像したと思います。大丈夫ですか鳥肌立ってますけど。鳥肌は立たなかった。鳥肌立ってますけど、押す。<laughs> ああ、そうそう、そういうことですね。鍛え、やっぱ鍛えてる。うん、うん、なるほど。そういうことか。そ<う>すごいな。やっぱり慣れないといけない。まあ そうですねだから裸で外走った方がいいかなあでも寒中水泳とかさそうそうそうあるじゃん冬にねやっぱそれは冬するからいは世界中でありますよねありますここでもあるなんかあるんでしょそのよくあのニュースでイギリスとかで海にあるある入ってますよね入ってますね冬なのに何のため ね、健,康健康のためですか <laughs> やっぱそ,うそう言いますよね。健康にいいってね。わ、まあ、かんないけど、いい私は経験がないから。寒そう。本当にね。で,まあでも最初だけなのかな。ね、ずっと,といや多分慣れるんでしょうね。ねそうだと思う。やっぱりね。<ー>うん、もう想像しただけでもなんか寒そうだけれども、実際は多分そうじゃないのかな。うんうん、じゃあ、<laughs> ペイさんも寒さに強い体を作るために。 ううん。うん、わかんないけど <laughs> あのスカートを履いて街を歩きますそそううひらひら警察に何か聞かれたら,ひら,ひらはいあの、うん、これは鍛えてます典子さんという人に頼まれてえでもさ日本でうん。そんなこと警察で止められたりするかな 意外と警察の人も、ほんまあ,まあ、まあ、<ア>スカート履いてるぐらいは大丈夫ですよ、上に。そうですよ、全然。でも、裸だったらもう、い。や、裸じゃない。今、スカートって言ったからね。<laughs> い,やそれいや、裸だったらもちろん、もうあの、連れて行かれますけど、かに。<laughs> 裸で歩いてたら、もう、絶対ダメです。<laughs> それはやいや、いや、それはダメです、ダメ、ダ,ダメ、ダメ。 いや多分止めらこの前ねある人ある生徒さんからこういう質問を受けました彼はスペインに住んでるんですけどあのスペイン人じゃないけどスペインに住んでるんですけどあのんかそのいわゆるカップルが若いカップルとかが「キスをするのは日本でいいんですか?」って言って僕は「ダメでしょ」うと答えた「キスはしてはいけないですよね公共の場で」

警察は来ないけどもしかしたら警察は来ないいやでも電話する人はいるかもしれない本当にいやいるんじゃないかなそうまあまあその田舎の場合はまあねあのあれかもしれない田舎でそれをするのもすごいものすごいチャレンジな人だと思うけどまあでも例えば東京のまあそうそうど真ん中でどうですか子供がいるような公園とかだったら 結構ヨーロッパだと子供がいる公園のベンチとかにカップルとか座ってイチャイチャしてたりしますよね。自由。まあキスぐらいはいいみたいな。でもそういうのは日本だと結構ダメですかね。うんうん、そうですね。まあもちろんそのキスもいろいろありますから。うん、<laughs> きた はいいはいや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 深くは説明しないですよもうわかりますよねもちろんわかります一から説明した方がいいですかいや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 皆さんよくわかると思います聞いてくれてる方々はいわかりますよねちょっとこう行ってきますぐらいのそそんな感じだったらいいですよ全然でもやっぱりなんかちょっと情熱的なものはねそうね私は見たことないですね日本でそういうのはなんかドラマの中以外はいやないでしょう

って、だ奥さん手繋ぎたいんじゃない奥さんとはタンゴみたいに踊りながらそれも近所で有名なカップルになりますフォークダンスみたいにあの夫婦は仲良しだね腰に手を取り合ってあの指と指を絡めてあの踊ってるんだ今日もあのカップルは踊ってるねさすがだねって言われさすがだねってよくなんかコロナで手を繋ぎにくくなりましたよね な確かにね。確かに。それはありますね。それはあるね。本当に。前はよく手をつないで歩いてたけど、最近はちょっとやっぱり、なんか、他の人もやめましたね。手をつなぐの。やっぱこれはコロナか。なるほど。すぐそういうのれ。 ななくるといいですねねそうはっきり言って公園でね、人々がキスをし始めるのは、もしかしたらコロナがなくなったというシンボルになるかもしれない。シンボルになるかもしれない。でもね例えば、日本ではちょっと難しいけど、例えば昔前のようにカウントダウンの時にロンドンとかで。 知らない人とキスをしたりとかあっとか、キスが情熱的じゃなくてなんか嬉しい、なんかあるでしょ、そういうのありましたよね。ねえ、明けましておめでとうみたいなね、気持ちでね。そう、ハグしたり、キスしたり、ね全然知らない人と。そういうの世界は、戻ってくるかな、その時代が。今より、病気の世界よりはいいですからね。いや、もちろんもちろん、本当ね。まあ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 。 のりこさん <laughs>、はいはい、はいはい、まままますすす、はいいい <laughs> いろいろ、ね、頑張ってください <laughs> ありがとうござた来週失礼します、はい、バイバイ。